I call you up in the middle of the night. Been bothered by dreams, ain't feeling alright. You give me comfort, say just give it some time. By the end of our talk, I'm feeling just fine. 本日もご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、こちらの数あるね新商品の中からこちらポケットジンバルカメラフィミパームのご紹介です。そんなにね新発売というほど新しい商品ではないんですが、ではなんでねこんなにねよく似たもん量産あるのに買ったんかと言いますと、それは価格、お値段です。こちらアマゾンではね値段が結構上下するね商品なんですけれども、私が購入した時はなんと17,960円でした。こちらのジンバルシリーズは GoPro ので9,990円、ほんでねスマホの方なんですが、こっちが7,999円で購入しました。そう聞くとねちょっと高いんじゃないかと思われるかもしれませんが、他のねジンバルと違うところ、一番違うところはこちらですね。電源入れてみますね。そうです、 4K 撮影が可能なカメラがついてます。他のジンバルだとね、スマホであったり GoPro であったり準備しなきゃいけないんですけれども、これはねこれだけで撮影が可能ですけどね、どんだけ安くても撮ってきたものね映像の方がねいまいちやったらがっかりしちゃうかもしれませんが、これがね結構いい感じに撮れるんですよ。というわけでね、このフィミパームを使って近くの公園で簡単に試し撮りしてきた映像がありますので、そちらの方をご覧ください。どうぞ。はい、というわけで公園の方にやってきました。今ね自撮りしてるんですけれども、これねフェイストラッキングが効いてるんで、ある程度動かしても追従してくれるはず。どうですかね、ちょっとゆっくりめにはしてますよね。はい、今ね 4K30 フレームの露出が 0.3 で撮ってます。これ以上ね明るくするとちょっとね空とか飛んでしまうと思います。広角なんでねこんな感じで撮れてます。手はね今ちょっと自然な感じで前に出してるような状態です。思いっきり伸ばすとね、思いっきり伸ばすとこれぐらいになります。結構広いですよね、ほら、十分ちゃうかなと思います。音声はね今内蔵マイクとプラス不安なんで予備でピンマイクつけてます。タスカムのねピンマイクで撮ってます。あまりにもねこっちの音が使えんようやったらこっち乗せますんでね。今内蔵マイクの音を流してるんですけれども、ソフトの方でブーストかけて、あ、ちょっと暗いな。ソフトの方でブーストかけて、あと、高音域を伸ばしてます。若干ね、こもり気味な音声になるんで、それでちょっとは聞きやすくなってると思います。内蔵マイクのね、欠点としては、まあ、こもり気味であること、ちょっとね、弱いんですよね。それと、あと、こういう風にね、自撮りと、景色撮りと、変えた時にクリック音とかがねめちゃくちゃ入ってまうんですよね。それがねちょっと厳しいのと、クリック音だけじゃなくて今こうやって普通に撮ってる時なら大丈夫なんですけど、ちょっと持ち替えたい時とかね、こう手をこう今聞こえるともう擦れるような音が入ってしまうというのが欠点です。あと風にもね非常に弱いです。今ねジンバル歩きなどはせずに普通に歩いてる状態です。どうですかねこの緑の具合とかは。でちょっとねやっぱり近づけると綺麗に撮れてるかやったらそうでもないと思うんですよね。うん、こういうのはねやっぱりもうちょっと画角の狭いカメラの方が得意だと思います。はい、このようにねワンタッチで、自撮りと、景色の方をね撮ることを変えることができます。そしてねこういうようなねアタッチメントとかもあるんで、はめるとねこれ三脚になるんですけれども、クリップとかつければね、あのカバンとかのねこの肩紐とかにつければ両手開けてね撮影することもできます。それはね今あの GoPro のジンバルで最近やってるんですけれども、あっちはあっちでねあの心配せずに不安要素なく撮れるんでものすごい便利なんですけれども、唯一の欠点はやっぱジンバルと GoPro 乗っけてることでかなりのね重量があるんでね疲れるっていうことですね。これはね本当に小さいんで非常に楽です。じゃあ今度またね向こう側向けます。はい、このね一本道ちょっと走ってみましょうか。
ほい。どうですかね、ブレの具合は。まあ画面見てる限りそんなにブレてなかったような気はするんですけど、ちょっとね 4K の30フレームで撮影してるからかもしれないんですが、若干ね発熱してます。そこはね不安要素ではありますけれども、まあ手で持ったりしてる分に限っては放熱できてるとは思うんですけれども、ここがねちょっと薄暗いゾーンになってましてね、どんな感じで映ってるかな、だいぶね暗くはなってるとは思うんですけれども、例えばあっちにある、あ、雲の巣がついてる、あずまや行きますね。はい、デジタルズームなんで、だいぶ画質は落ちちゃうと思うんですけれども、まあ、使いようによったら便利やと思います。おそらく、GoPro とかと同じように4ギガで分割はされると思うんですけれども、まあその継ぎ目がどうなってるかも後で見てみたいと思います。ちょっとこっち降りてみましょうか。よいしょ。よっ。あとねアプリとかも結構使い勝手よくて、スマホと連携させるとこのジンバルの動きがですね、かなりシビアにクイックに動いてくれるんで、面白い映像が撮れるんではないかなと思います。あとタイムラプスとモーションタイムラプスで、スロー映像と写真やったかな、そこら辺があります。ちょっとやってみましょうか後で。というような感じで、外の撮影テスト終わります。まああまり役に立たなかったかもしれないけど、それではスタジオにお返しします。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。率直な感想としましてはかなり使えますね。めっちゃ楽に撮れて、めっちゃいい感じに撮れました。結構広角で撮れますし、色合いはね、後でね調整すれば他のカメラとも、合わすこともできますし、音声もね、評判よりはだいぶ良かったと思います。これもね、まあちょっとブーストかけたりいじったりはしてるんですけれども、私が求めてるものには結構近いものが撮れてたんで、まあいいんじゃないかなと思います。まあね、私の場合音声別撮りすることが多いんで、マイクに関してはもう全然問題ないですね。 17,960円でこんだけ手ぶれもなくてね、高品質なものが撮れるんであればもう十分かなと思います。めっちゃ気に入りました。また今度ね、ミミパウンだけを使って何か Vlog 的なものがね撮れればなと思いますので、一回やってみたいと思います。はい、というわけで本日の動画は以上となります。この動画役に立ちそう、面白かったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴムビーゴーでした。グッバー。